こんにちは、恋愛アドバイザーの津崎まみです。もう自分なんて若くないから、若い男の子の方が女の子は絶対いいはず。こんな風に恋愛を諦めてしまっていませんか？前からね、年上の男性が好きという女性って一定数いたんですけど、実は最近おじさん好きな女子が増えてきてるんです。3歳とか5歳差なんてのは序の口で、10個とか20個離れた男性に恋をしてしまうなんて女性も少なくなくって、中には自分の父親ほど年が離れた男性が好きっていう方もいます。経済面とか精神的な余裕、あとは同年代よりもめちゃくちゃ頼りになるなんて理由から、おじさんに魅力を感じて心惹かれていく女子というのは増えています。なのでおじさまと呼ばれる世代の男性陣、まだまだチャンスありますよ。若い男子では太刀打ちできない魅力があるおじさん、今回はおじさんが好きな女子の特徴7個ご紹介します。おじさんになっても若い女性とワンチャン狙いたいという方はぜひこの動画最後まで見ていてくださいね。ということで、実はおじさんが好きな女子の特徴7選。まず1つ目、年齢よりも落ち着いた雰囲気。おじさんが好きな女性は実際の年齢よりも落ち着いた雰囲気というのをまとっています。年齢よりも落ち着いている女性というのは、自分よりも大人でさらに落ち着いている男性というのを好みますから、おじさん世代に惹かれやすいんです。彼女たちって同年代の男性を少し子供っぽく見ています。なので精神的に落ち着いている女性ほど恋愛対象も年上の男性があることが多いです。2つ目、父親に強い感情がある。おじさんが好きという女性は、父親に対する感情が人よりも強いという場合が多いです。自分の父親と同年代のおじさんに惹かれる女性ほど、父親というのを重ねて好きになっていきます。自分の父親のように頼りがいがあって、大人で包容力があってという人を求めているということですね。ただね、そういう父親に対するポジティブな気持ちで同年代のおじさんを求めるという場合もあれば、反対にすごくネガティブな気持ちで父親像というのを求めるというタイプもいます。そういうのはね、父親にもっと愛して欲しかったとか、もっと可愛がって欲しかったとか、まあそういう不満とか、あとは執着心とか依存心みたいなものがあって、で同年代の男性に惹かれるので、父親と重ねてその不満を恋人に解消してもらおうというふうにします。結構ね、死別とか離婚とかで寂しい思いをしていたっていう方が多いですね。3つ目、愛よりもお金の現実タイプ。おじさんの魅力として外せないのが、やっぱり経済的な余裕ですよね。新入社員などの若い世代よりは収入が高くって安定した地位があるということが多いです。現代において優秀だと判断される材料って収入とか地位なんですよ。これを指標にして判断する人が多いです。つまりそれが高い人というのは、世間がその人に価値があると認めた証拠だというふうに思っています。女性というのは自分に価値があると思いたいという欲求で生きています。価値があるとされる男性と一緒にいることで自分の価値も上がるというふうに感じるんですね。なのでそういった男性を好む傾向があります。また愛よりもお金という現実的なタイプは、この人自分のことを幸せにしてくれそうかを冷静に判断しています。そのため男性には精神的な落ち着きとか余裕があるっていうところを求めるので、男性の外見についてはそんなにこだわらないというタイプが多いです。なので余裕のあるおじさんを選ぶことが多いということですね。4つ目、年下男子や同年代の男子に頼りにされやすい。普段からしっかり者とか包容力があるタイプの女子っていうのは、年下男子とか同年代の男性からモテます。特に昨今男性の女性化というのが進んでいるので、甘えん坊男子が多いんですよね。だから余計にモテます。こういう子って年下男子とか甘えてくる男子との恋愛っていうのは豊富なんですけど、やっぱりね、毎回甘えられちゃうんですよね。だから自分も甘えたいなという欲求があります。そんな時に年上で甘えられる人っていうのが現れたら、イチコロになること間違いなしですよね。もしそんな悩みを持っている女子がいたら、チャンスという風に捉えて甘えていいよというスタンスで接すると成功する可能性が高いです。ぜひその子を存分に甘やかしてあげてください。仮にね、その子とうまくいって付き合ったとしても、そういう子ってただ甘えるだけの子じゃないんですね。もともと世話焼きだったりとか、尽くしたいという気持ちがある子が多いので、しっかりあなたにも尽くしてくれる素敵な女性であることが多いですよ。5つ目、プライドが高くってお姫様気質。おじさんは年上の余裕からある程度女性の言うことを、分かったよって聞いてくれることが多いです。なので可愛がられたい、甘えたい、お姫様扱いされたいという欲求が強い女の子は、自然と自分をリードしてくれて、精神的にも経済的にも余裕があるおじさんを選ぶということが多いです。ただね、おじさんやったら誰でもいいというわけでは、まあ当然なくって、周りが羨むような紳士的で素敵なおじさんと付き合おうとします。6つ目、普段から年上の人と関わる機会が多い。
仕事関係など普段から年上の人と関わる機会が多い女性というのは、同年代とか年下の男性と関わることがあっても年上の男性とやっぱ比べちゃうんですよね。そしてやっぱり年上の方がいいなとか、おじさんの方が素敵だよな、スマートだよなというふうに思って、同年代とか年下に異性としての魅力を感じなくなっていってしまいます。日頃年上男性と接する機会が多いので、素敵な男性の基準っていうのがどうしても年上の男性になっちゃうんですよね。そのため話し方とかお金の使い方、仕事の仕方などが年上男性に比べると経験値が少ない同年代とか年下の男性というのは物足りなく感じます。なのでどん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 恋愛対象が年上になっていくっていうことですね。7つ目、真面目で勤勉。真面目で勤勉な女性も同年代の異性よりおじさんを好む傾向があります。年上の男性は自分よりも物知りで経験豊富、そして精神的にも落ち着いているんですよね。だから魅力的に見えるのは当たり前です。年上の男性との会話って、会話中にも学べることってめちゃくちゃあります。社交的なマナーとか物事の考え方、自分が行ったことないお店を経験させてくれたり、年齢を重ねたからこその物腰というのは真面目で勤勉な女性が心惹かれるものばかりですから、まあ、好きになっちゃうのはもう止められないですよね。ここまでおじさん好きな女性の特徴を7つご紹介してきたんですけど、今回ご紹介した特徴を持った女の子がいたとして、問題はその子をどうやって落とすかというところですよね。ということで、動画下の概要欄にある LINE をご登録いただいた方限定で、おじさん好き女子を落とすポイントというのをプレゼントします。 LINE 登録後、メッセージにひらがなでおじさんと書いて送ってくださいね。これね、漢字とかカタカナだとダメなんですね。反応しないので、ひらがなでおじさんと書いて送ってくださいね。ということで、まとめです。今回は実はおじさんが大好きな女の子の特徴7選ご紹介しました。まず1つ目が年齢よりも落ち着いた雰囲気。2つ目が父親に強い感情がある。3つ目が愛よりもお金の現実タイプ。4つ目、年下男子や同年代の男子に頼りにされやすいタイプ。5つ目、プライドが高くってお嬢様気質のタイプ。6つ目、普段から年上の男性と関わる機会が多いタイプ。7つ目、真面目で勤勉でした。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか？今回はね、おじさんが好きな女子の特徴について7つね、ご紹介したんですけど、これを見ていただいたら、なんで女の子がおじさんに惹かれるのかっていうのがご理解いただけるんじゃないかなというふうに思います。どれもね、無理してこじつけたとかじゃなくって、まあ、それ比べたら、おじさんの方がいいよねっていう要素がね、多いなっていうね。だから、おじさんに惹かれるのは自然なことなんだなっていうのが、ご理解いただけたんじゃないかなというふうに思います。でね、おじさんが好きな女性の心理というのを学べば、どういう言動とかどういう行動が刺さるのかっていうのが分かってきますので、ね、しっかり刺していきましょうね。ということで、このチャンネルでは女性からモテる方法や恋愛のコツについて、心理学や実体験をもとに初心者の方にでも分かりやすく解説をしておりますので、ご興味のある方ぜひチャンネル登録をお願いします。X と Twitter と、あ、一緒だ。いつも間違っちゃう。 X と、インスタと TikTok やってるので、そっちもよろしくね。じゃあねー。